吉住寿教は明治9年12月15日、東京新宿で生まれました。明治22年12月、養父の3代目が亡くなり、翌月13歳で4代目吉住小三郎を襲名しました。明治35年8月、長唄編成会を三味線方の杵屋六四郎、後の杵屋上官とともに発足させました。六四郎との息の合ったコンビで苦難を乗り越え、編成会を発展させ、長唄を演奏会形式で広く社会に浸透させました。昭和22年、長唄編成会第400回記念演奏会をもって2人は編成会を引退しました。昭和23年に芸術院会員となり、昭和31年3月、重要無形文化財の指定を受け、翌年8月には文化勲章の栄誉を受けました。昭和38年、86歳で吉住寿教と名を改め、その後も演奏活動を精力的に続け、昭和47年2月27日、95歳の天寿を全うしました。基本は、やりました時はね、ちょうど同じ面に作曲をするのにですね、何か変わったことはないかと、聞いてて面白いというようなものはないかしらと思ってるところへ、ちょうど中渕君と一緒に、日本橋の正御座っていうね、いい養蜂がその気分をやってるという、ね、どんなことやるか言ってみようというんで、まあ見に行った。見に来てると、どうもこれが非常に面白かったんですね。それでもって、これは一つ長唄でもって、やりたいと。中橋さん一つこいつ、ほのぼってやってくれたまえと。それで文章が出てきたんでもって、ちょうど、六四郎を読ん で、実はこういうものができたんだ。お互いに一つ一緒にやろうじゃないかと。それは大変にいいって言うんでもって、まあ、六四郎も一人に乗り気になって。俺はしかと面白いと、これをやろうというんでもって、静けを始めたわけだ。ところがやってみるとだね、少しもこの、やり直すことはなくして、ピチンと勢いが合っちゃった。それで実に自分でも不思議だと思って、一緒に生まれてきた人間ではなし、こう息が合うっていうことは、一軒のうちの、夫婦でもだ、なかなかその恋だけ息が合うってわけにはいかないな。これ不思議だと思って考えた。これは何だっていうとですね、間ですね。間がその合ってるんですね。一軒のうちで言うと言うと、西君と主とまるでやることは違っているけど、その言葉も違っていれば、また西君がだ、亭主の言うことは、はい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 って聞いてるばかりじゃいけないんで、亭主のいけないことがありゃ、まあね、それ違いますとか、なんとかいうようなことで、そこでもって息が合っていくわけなんだ。あんまり二人が合いすぎちまうとダメなんだね。ですから、この、まあ、それを考えると、この一番待っていくのが一番大事じゃないかと。